はい、今回も水星の魔女のお話をしていこうかなと思います。今回のテーマはガンダムシュバルゼッテですね。こちら初お披露目となったのはシーズン1の終盤であったので約半年前となっております。その見た目、配色から様々な憶測、考察が各方面でされ実質全てのギミックが解放されたのは最終回の一つ前の先日の23話ですね。大型の体験でぶった切ると思いきや分離でガンビット、まるで武士のようなスタイルでこれ以上ないかっこよさでしたよね。そして誰が乗るのか問題も22話でラウダが判明するなど、本編だけではなくガンプラで楽しめる要素は増えるのは最高でしたね。そんな今回は一時期シュバルゼットのパイロットとして候補に上がった本作の主人公であるスレッタ・マーキュリー、実はもともとスレッタに乗らせる期待だったのではないかと現在の最終局面で予想できる要素があります。今回はそんなシュバルゼットはスレッタが乗るんではなかったかという説を考えていこうと思います。結局プロスペラは何がしたいのか、この辺がフォーカスされてくると思うんですけれども、ぜひ皆さんのご意見だったりとか考察等あればコメントをお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考に励みになっております。では早速本題に入っていきましょう。まず今回公式で公開されたシュバルゼットの解説が出ているので、これを見ていこうと思います。ここにヒントが隠されていると思います。ダリルバルデの後継機として開発が進められながらも凍結状態にあったジェターク社の次世代コンセプトモデルにプロスペラから提供されたガンドフォーマット技術を導入した機体、エアリアルを参考にしたガンビットを装備している。以上が解説文となっております。これね、おそらく7月8日に出るガンプラの方ではより詳しい内容がもっとあると思うんですけれども、まずはこれを頭に入れておいて考えていこうと思います。では要素を抜き出して考えていこうと思います。まず一つ目なんですけれども、プロスペラから提供されたガンドフォーマット技術というところですね。こちらは本編でのシュバルゼッテ初登場のシーンでの会話でもありました。総裁選の、実績を上げるための方法として、ジェターク社の新型モビルスーツがあるとプロスペラから言われ登場したモビルスーツとなっております。ビムジェタークが開発していたものの、その実態は誰も知らされていませんでした。しかし兵器としてガンダムを用いることをミオリネは否定していましたよね。ただなぜか開発調整はその後も進んでいた経緯があります。ジェタークの内部事情については詳しい部分に語られておりませんが、 CEO であったグエルももちろんラウダはガンダムがあることすら知りませんでしたよね。この話があった時、ジェタークの人間ではなくゴドイや神聖側がクワイエットゼロ関係で必要となるため開発を進めていたと考えていました。結果ラウダが完成したシュバルゼッテに乗り現在登場する経緯になったのみとなっております。理由としては結構よくわからないことになってるんですよね。で、今回のこの本題なんですけれども、もしプロスペラがスレッタのために用意していたものだったとすれば、誰も知らなかったのは納得できます。では、このあたりの理由を別の視点から見ていこうと思います。これ仮定というか仮説なんですけれども、大前提としてクワイエットゼロをプロスペラ、エリクトはスレッタがガンダムに乗って止めてくることを分かっていたと考えられます。では、このことを踏まえて次の要素ですね。ジェターク社の次世代コンセプトモデルの凍結というところです。シュバルゼッテが他のガンダムとは違う点だったり、ある意味冠がついているのは次世代コンセプトモデルという点ですよね。そしてその次世代コンセプトモデルが凍結されています。ではなぜ凍結されたのか、おそらくガンダムとして完成には程遠いエアリアルには劣っていたからだと考察します。もちろん23話の武装などを見ると、強そうには見えますよね。ただこのジェタークで他のところと違うところっていうのは、意思拡張 AI のダリルバルデが存在しているからです。ダリルバルデはいわばシュバルゼッテの試作機として後継機という表記でシュバルゼッテが明らかになったことがわかるんですが、AI というものに対して人間の思考を読むことは限界があるという結論に至ったのではないでしょうか。そこでガンドフォーマットを用いたシュバルゼッテを開発するもエアリアルには及ばないとなると、 AI としての判断能力不足、データストーム問題を抱えてもなおエアリアルには数値で及ばないということが結論として出たんじゃないかなと思います。解説文でもあるようにエアリアルを参考にしたガンビットを搭載しているからこそ、よりエアリアルとの比較はされていたと考えられるかなと思います。もし自分がビムの立場であれば凍結する理由もわかるような気がします。そこで凍結したまま本編ではビムが退場し、さらに開発が進むことがなくなったガンダムとしてジェターク家に眠っていたと考えられるのかなと思いました。そして今回なぜ開発が進行しさらに完成に至ったのか、ここでスレッタの存在が大きくあると思っています。ここからはプロスペラの意思や願い、思いによって左右されると思うんですが、作中の描写を踏まえるとスレッタがクワイエットゼロを止めに来る自分たちの前に立ちはだかるのは分かっていたと想定します。第22話ではガンダムキャリバーに登場しクワイエットゼロへ突入する時ですね。
こちらキャリバーンに乗ってきたことを驚いた様子でしたよね。キャリバーンと言っていました。まあ、エリクトがそのパイロットがスレッタであることを察知し、プロスペラへ伝達する場面もあったので、ここではやはりスレッタなのねと言っていました。まあ、スレッタが来ることは予想していたけど、キャリバーンに乗ってくるのは予想していなかったとも考えることができるかなと思います。まあ、正直これについてはデータストームのフィルターなしのキャリバーンなんて動かせるのはスレッタしかいない、まあ、エリクトの、ね、リプリチャイルドであることから、まあ、全然ありえそうなんですけれども、加えてこのスレッタが来るんではないか、もしくは飛べに来るんではないか、まあ、というか止めてほしいと思える部分なんですけれども、これノートレットが残していたファイルも気になりますよね。さらにベルメリアにクワイエットゼロの計画をデータ共有する必要もなかったのではないかなと思います。もちろん並列分散のことはありますけれども、あれはあくまで部分的に教えていればよかったのに、しっかり計画を伝えております。このノートレットのファイルなんですけれども、まあ、デリングが倒れた瞬間から計画の邪魔になるのはもう濃厚だと思っていたので、取り除くのが普通だと思います。パスワードを変更したとなっていたので、そのようにシステムを確認していないはずもないというか、ましてそういうプログラム、バックドアを自ら仕込ませていたとも考えられます。またエリクトが最後に笑ったことも踏まえると、全て想定内だとも感じます。以上のことから、スレッタが来ることを見越した上でプロスペラがエアリアルをなくした、スレッタが自分たちを止めに来る時のために、それに見合うモビルスーツとして技術を提供し、シュバルゼッテの凍結を解除していったのではないかなと考察します。ではなぜプロスペラがそんなことをするのかってところなんですけれども、その根幹となるのはクワイエットゼロの中にいる誰かの意思、願いだと思えてくるんですよね。まあ、ここまで来るともう最終話なんで、予想するのも今更感はありますが、まあ、ルブリス AI とかいう可能性は高いかなと思います。あとは本編でどこまで語られるかによりますが、シュバルゼッテは別ルートでの制作があったと考えることができるのではないかという説でした。まあ、正直ね、もうここまで来るとこじつけ感正直あるんですが、違和感を回収するためにはここかなと思いました。まあ、シュバルゼッテに関してもまだね、頭部のシェルユニットが破壊されているだけなので、まだ活躍は残されていそうですが、そこも楽しみの一つかなと思います。これ以上戦わないというのはもったいないですよね。もう一点なんですけど、今回こちらね、明らかとなったのが、エアリアルのコンセプトっていうのが盾となっていて、シュバルゼッテのコンセプトが剣となっているんですよね。前回の放送でエアリアルが大破したことによって、キャリバーンがビットを受け継いでスレッタを守る新たな盾になるっていうのは、まあ、ガンプラのね、伏せられている情報だったりとか、過去の動画でも触れてるんですけれども、シュバルゼッテにグエルが乗ればスレッタを守る剣になるのかなと思いました。まあ、ガンドフォーマットは潰されているから、ガンドフォーマットの頼らない状態で、もしかしたら裏にね、意思拡張 AI が隠れていて、ダリルバレットと同じような戦い方ができるとかね、まあ、グエルが乗ればね、どんなモビルスーツでも相当強くなると思うので、その辺の描き方、こう対照的にグエルとスレッタは描かれていたことからも、この最後共闘というのを見てみたいかなと思います。ただ敵が誰なのかわからないくなってくるので、これプロビデンスガンダムみたいな何か出てくる可能性も、まあなきにしもあらずかなと思います。こちらシュバルゼッテはスレッタが乗るんではなかったのかなという説について掘り下げていきました。本当憶測でしかないし、ただ要素としては全然あり得ると思うので、ぜひ皆さんのご意見等あればコメントお待ちしております。今回は以上になります。まとめてやってください。さようなら。